はい、皆さんどうもこんにちは、さくらチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、もうねずっと練習してるんですけど、寄り目ができない、できないんですよ。寄り目がなんでですか？できる人いますか？なんでできるんですか？寄り目ほんとできなくてダメなんですよ。いきますよ。ほら、なんかできてないでしょ。なんかこうやってこうできてる？できない、寄り目ができない。なんで？なんで？寄り目ってできますか皆さん？あとウィンク。そう、こんな感じで今日も一日が終わったとこです。はい、今ね夜の7時。そう、なんかね帰り道落ち葉が落ちてるのを見て、あーもう冬がやってくるんだなという感じですね。そう、あのね11月の終わりにあのイルミネーションを見に行くので、その動画をあげます。イエーイ、めっちゃ楽しみにしててください。はい、そう、ほんとやっぱ冬といえばイルミネーションですよね。そう、ほんといつも毎年寒いのが苦手なので、めちゃめちゃねあのイルミネーションとかってあんまり行かないんですけど、今年は友達と行ってきます。はい、ぜひ楽しみにしていてください。そんな場所があるじゃないですか。で、この間表参道行ったんですけど、表参道とかもイルミネーションが綺麗みたいなのでおすすめです。皆さん有名なイルミネーションスポットに行ってみてはいかがでしょうか。本当にできないよ、寄り目。じゃあ上向こう。上は向ける。下、横、寄り目。うん、できない、できない。諦めましょう。寄り目できなくても大丈夫だよね、きっと。全力で寄り目ができる皆さん、インスタとかツイッターとかでぜひ寄り目の写真を送ってください。そして寄り目の練習方法をぜひぜひコメントで教えてください。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。今日はゆるい動画でした。じゃあね、バイバーイ。